でテレビ朝日の制作会社に入りまして、ここで国民的女優の方と。大体この番組出たらこっちも呼ばれるみたいなつながりありやん。朝ドラです。どうやら出れねえのよこっちは。まだねご健在でいらっしゃる間にねお見受けしたいなと思うけども、みんなの部屋にもし行ったら何話したい？こっちが話すんじゃなくてね、そっちが聞くんじゃなくて。偉そうに言うな。さんが聞くんじゃないの？でもどうなの？ディレクターと打ち合わせして、こういうネタがありますっていうのを打ち合わせして、それに沿って台本を作るので、基本さんがこれ話したいからってのはないです。みやぞん、まあどうしても生ダコの話をしたかった。なんで生ダコの話になったんやろ？最近の調子はどうですかとか、そのタレントさんと打ち合わせとかに参加するんですか？あ、しますします。これで議事録というかメモ取ったり。この人面白くなさそうやなって思ったらどうするの？面白い話が出るまでいろいろ質問してきます。打ち合わせでは面白かったのに実際やったら思んないなみたいなね。それめっちゃあるあるです。あるよね。ユカスは何話した？もしかしたら出るかもしれへんので、そしたらコさんがこんにちは、いらっしゃい、ブラシさん、よろしくお願いいたします。ブラシさん何をやってる方なんですか？自分でも何やってるかわからんくなってきてますね。衣装はどうする？衣装はやっぱゴミ袋でいこうインパクトあると思ういいと思う。うわ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 。下ネタは大丈夫なの？基本お昼に放送する番組なのであんま話すしないですね。俺そんな下ネタ言うキャラちゃうもん。うんこ漏らしたはダメ。いいじゃないですか。可愛いで収まるレベルならいいと思いますよ。そうんちっていうわ。ラップンっていう。ラップンは可愛くないと思う。あとさんのマネージャーさんめちゃくちゃイケメン。それ若いの？40代？いやでもダンディーな感じです。久保くんの言うイケメンはね当てにならないんだよね。今日イケメン来ますって言って来た試しない。イケメン来ますって予告なくイケメンが来ることもあるから男の趣味分かってん。自分のことはイケメンだと思うの？僕は全然コンプレックスの塊です。絶対そうやね。鏡見て、あれ今日も出てる。いやいやもう本当そういう髪型せえへんも自分のことをイケメンと思ってへん。じゃあ韓国になりたいからこういう髪型してるんですよ。努力努力。いや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 。努力努力。やっぱり髪型に全部現れるよ人間っていうのは。やっぱりおでこ上げてる人は自信がある人が多いし、おでこ隠してる人は自信ない人も多いし、男でこうやってチンチクリみたいな髪型してるやつは早くがしたいと思って来てくれると思う。したくないです。したいんだよ。しなくてもいいです。顔タイプじゃないです。キャラを知ってしまったからもうダメなんだと思う。痛いのね結構。痛くないですよ。真面目で正義だと思いますよ。何言いたいの？ダジャレとかめっちゃ言う人なの。本当に変なダジャレを言うんだよ。自覚あるでしょ。人を楽しませることが好きなんでボケたがりなんですよ。この間女の子とデートした時にどんなダジャレ言った？お寿司食べに行ったんですよ、うん、ハマチが来た時にヘイお待ちって言いました。そういう子なのよ。わかる？性的魅力がなくなるでしょう。あとサワラが来た時にあちょっと触らないでって言いました。怖いでしょ。それに女の子はどういう反応しとったの？初めての人種って言われました。ウストラルピテクスみたいになってんだよ。ウストラルピテクスはすごい。テレビの業界で働いてたから身についたもの。まあ、サービス精神の旺盛というか人を楽しました欲が強いのかなと思って。さんの前でも出してたの？さすがにボケれなかったです。その前ではキコさんがボケることはあったの？ボケるというかアルミ缶の上にあるみかん。ギャグは言わないんですけど話してる時にはニコニコしながらうなずいてます。早く帰んねえかなとか思うの？ニコニコ話長いですね結構。食事会とか行くんですけどずっと喋ってるんで、うん、いつ終わるかなみたいな。金だけ払ってくんねえかなみたいな。さんはスタッフには信頼されてる？めちゃくちゃ信頼されてますよ。多分どのスタッフよりも結局さんが一番長いもんね。45年ぐらい経ったと思うんですけど、うん、立ち上げ当初からいるスタッフいるんだ。基本さんは同じメンバーでずっとやっていきたいっていうことをずっと言ってるんで、そのメンバーは入れ替わりはないです。そうなんだ。それはもう40代50代の人が多いです。そっちの方がいいわ。なんか高齢者が多いテレビ番組行くとなんか安心する。高齢者言うとあかん。テレビ局ブラックブラックって言われてますけど、この部屋は結構ホワイト番組でした。へえ。忙しそうにしてるとサンドイッチ作ってくれてくれたのをお裾分けしてくれたり。でもなんで辞めたんですか？他の番組を経験してみればっていうことを言われてプロデューサーに。でそれで他の番組に移動になりました。何？あそこでチーフ AD 兼ディレクターみたいになってました。へえ。どうだった？楽しかったですよ。なん絶対なんかあるじゃん。急に焦った感じ。今はやってる番組やから光の部分しか言われへんけど。で行って楽しかったわけで、じゃあなんで辞めたの？4年5年テレビの
世界にいてある程度映像のノウハウみたいなのを学んだんで、テレビって結構いろんな人関わってくるから僕のできることって一部分だなと思って、企画から撮影から編集まで全部自分でやりたいなと思って、 YouTube の制作だったら全部自分でできるのでこの会社に編集しました。ということだよね今の。確かに全部自分で主導してできるけど、やっぱあの機材だったりとかあの規模感のものは作れないじゃん、ね、YouTube だと、はい、自分のアイデアを一番実現しやすいのは YouTube なので。そう、はい、みんなのアルバイト。テレビの時にビザだけどすごくいい性格の人いたんですよ。そう、誰？ゴーリ君。僕 AD の時に AD で挨拶してもあんまこう目見て挨拶してくれないんですよ。なんですけどエレベーターでたまたま一緒になって、本当ありがとうございましたって言ったら、あちらこそありがとうございましたってお辞儀、深くお辞儀して、俺なんでいい人なんて、俺めっちゃいい人やで、ね、切られたりしてない大丈夫とかって言う、多分な。俺はいい人って思って言ってるけど、向こうからしたらあいつうぜえな、いつも同じ会話してきてみたいな感じで思われてるかもしれないけどテレビ局にいる人みんなミーハーなんで、多分嬉しいと思いますよ、うん、ブラスさんみたいな人は結構話しかけてくれるんで。話しかけよう、いっぱい命に1回めちゃくちゃ話しかけられて、撮影前に V6 の何くんってから、うん、愛藤です、愛藤くん今日よろしくね、うん、一番下っ端の僕にいろいろと撮影前話しかけてくれて、撮影終わった後にわざわざ僕のところに来てくれて、伊藤くんも最初に仕事しようねって言って帰ってきました。だから人の名前を覚えられる人って得よね、はい、俺そこだけ問題なの、あんたとかに片付けちゃう全部あんたなの、だからあんたあんたあんたなんちゃんを見てきたね、水木ちゃん、ひみなみって書くやろ、なんて読むか知らん、ひなみんや、そうや出てきてんねやんか人の名前覚える努力するわ。いい芸能人さんほどスタッフさんの名前覚えるのが得意です。アルツハイマーなのよ。だからこの時も全部こうやって一人一人もタトゥーにする。やばい、それは取れ高ある。これこそ自分が出演して、はいはい、自分がカメラも回して演出もしてこれまでの夢じゃないの、すべて夢叶ったのこの動画で。最後僕のいいところ一人ずつ言ってもらって終わりましょう。ちょっと待って、そ